シュミスケです。今日の話はね、ちょっといつもと違う感じのお話になります。僕のチャンネルではですね、基本的にはこう英語学習の話だけね、絞って、作ったチャンネルなので、今日の話自体はこう話題にすべきかどうかちょっと実は悩んだんですけども、英語と関係あるっちゃあるんです。ただね、ちょっと今ね、 YouTube もガイドラインが結構厳しくて、言葉選びね、ちょっと慎重にならざるを得ないです。なのでなるべくね、言葉は選んでお話しますけども、文脈ね、読み取って皆さんなりに解釈して、それで行動にね、つなげていただけるように、撮りたいと思います。この動画自体は多分ね、しばらくしたら削除することになると思います。こうして僕自身ね、こう英語ができたおかげで本当ね、良かったと思っていること、コロナ禍とのね、ちょっと関係をね、ちょっと絡めてお話したいと思うんですね。英語ができることで、こういう視点もあるんだってことにね、気づいていただける方が、この動画でいればですね、英語頑張ろうと思ってくれる方も増えるんじゃないかと思っています。ならばね、このチャンネルの趣旨とも合うということで撮っています。ではちょっと始めていきたいと思います。最初にちょっと言っておきたいと思うんです。このコロナが始まってから2年半はね、本当皆さんもそうだと思うんですけど、僕も本当ね、絶望することの連続でした。一つちょっと、ここでね、コロナって言葉自体あんまり使っちゃうとね、運営の方から注意が出てきてしまうこともあるので、これからはちょっと例の病気というふうに呼ばせてもらいます。ちゃんとね、英語ができる人で、自分なりの方法でね、この2年半情報収集をしてきて、自分でね、分析して、最後にね、自分の頭でこう考えるとですね、大体おそらくなんですけど、この2年半っていうのはおそらく半年から1年後に自分たち、日本に何が起きるのかってことはほぼね、予測できてた方が多いと思います。特にね、この1年半っていうのはもうね、ほぼね、100% の精度で予想できたと思います。なぜならですね、日本で起きることの大体半年前から1年前に同じことがね、早い国では起きてたんですね。例えば一つの話をしますけども、今ね、ちょうど2022年の8月で、日本がね、一時この例のね、病気の感染者っていうか、正確に言うとね、検査陽性者の数が世界一になったって言って騒いでますよね。で、僕の周りでも実際体調崩してる方やっぱ結構多いです。ただですね、ちゃんとね、これね、情報収集している人たちの間ではこの展開は少なくともね、半年前には分かってたと思います。僕もね、実はね、本業やっぱし店舗業やってるわけですね。なので毎回ね、こういうこと起きるとやっぱシフトも大変ですし、売り上げもね、めちゃくちゃ影響出ます。で、それがね、いつくらいに起きるかっていうことが予測できるっていうのはいいことも多いんですけど、分かっちゃうって結構ね、絶望的っちゃ絶望的なわけですよ。僕自身やっぱこう店舗業のビジネスがこれから厳しくなるだろうなと思って、この YouTube やったりとかですね、別の事業始めたりとか、店舗閉めたりとかね、この半年でやりました。正直言って悔しいですよね。すごく思いを注ぎ込んで作ったね、お店っていうのがスケルトンになっちゃって、壁紙とタイルカーペットだけになっちゃうわけですよ。ちょっとね、話脱線しましたけども、僕は何を言いたいかっていうと、今までだと、英語っていうのは、話せたらね、いいな、かっこいいなとか、映画やドラマをね、英語で見たいとか、仕事で使えたらいいなとか、海外旅行で使いたいとかね、こんなきっかけがね、ほとんどだったと思うんですよ。全然ね、僕これでいいと思いますけども、今は僕ね、日本人が本気でね、生き延びるために僕ね、英語は必要になってきたかなっていうのが僕は今感じていることです。自分やもう本当家族とかね、本当大事な人、愛する人を守るために英語がね、必要な時代が来たっていうことです。ただこういうとですね、反論もあると思うんですね。別に、CNN だって、ニューヨークタイムズだって、フィナンシャルタイムズだって日本語化してくれてるじゃんって、日本のメディアから情報収集したりとか、そのメディアの日本語版読めばいいじゃんっていう人もいると思います。これはこれでね、平時はその通りなんですよ。普通にね、こう一般的な知識を収集する上では僕も全然それで困らないし、それで十分だと思います。ただですね、今世界的に見て非常時じゃないですか。表に出てくる情報は当然ね、やっぱいろんな思惑でお化粧されています。あるいはそもそもね、真実はニュースにすらなってないことっていうのもね、多々あるわけですよ。こういうね、やっぱ非常時、危機の時代に役立つのは何かっていう話なんですよ。それは本当に役立つ情報、現地の生の情報、つまり自分のね、一つ一つのこの意思決定をするための材料になりうる情報をやっぱ収集できるってことですよね。もちろんね、情報っていうのはやっぱ玉石混交です、偽の情報もね、混じることもあるでしょう。ただね、一方でその中に多くの真実が紛れてるっていうのも事実なんですよ。で、そこから自分のね、この審美眼で、適宜ね、判断していくっていう、こういうことがね、今求められる時代になってきています。ただね、問題もやっぱあるわけですよ。やっぱこういう、現地のね、リアルな声を収集しようとするとすぐ気づくんですけども、今この例の病気のせいでですね、やっぱり、かなりね、情報統制やっぱ入っていますってなるとですね、やっぱ個人で発信してる人とか、あるいは日本ではまだね、あまり気づかれていない視点でね、物事を見てる人だったりとか、問題が先行するね、やっぱ国の方だったりとか、もう自分の仕事とか社会的立場を失うかもしれないリスクを取ってでもね、発信してる人、こういう人っていうのがやっぱね、世界にやっぱいるわけですよ。そんな人たちやっぱ見つけて、その生の情報をやっぱね、見ようとするとですね、僕もこれは気づいたことですけど、やっぱ一つ問題があるんですね。で、それはどういうことかっていうと、こういう声っていうのはメインストリームメディアにはなかなか上がってこないです。あるいはこういう YouTube みたいなものでも、以前ねチャンネル持ってた方も結構いますけども、ここ数年ねかなりねバンされちゃってます。バンされるって追い出されるってことですね。確かにね、玉石混交の情報だからプラットフォームとしてはね厳しくなるのは僕仕方ないと思います。
ただ僕らにとってね、たくさん情報をやっぱね集めて、その中から役立つ情報をね収集して自分の頭で考えるっていうことがやっぱ必要なわけですよ。ってなるとですね、やっぱ結論はこうなんです。英語学習は引き続きねもう頑張ってください。ただね、やるなら僕ね、ほんとね、自分のこう大事な人、まあ自分自身もそうですね、やっぱ将来がかかってるという気持ちでやってほしいんですよ。でその気持ちがあればね、半年1年努力なんてどうってことないはずです。そうすればですね、どっか今までね勉強してきてね、本気じゃなかったなとかガチじゃなかったなってことにやっぱ気づくはずです。でそうすればやり方変わるはずです。でそれができればですね、リアルのね、やっぱねこう海外の情報も収集できるようになるし、まあ、実は僕自身もね、こう英語圏の情報収集って実はもう最近はね YouTube で撮ってません。どっちかというと、いわゆるオルタナメディア、まあ、オルタナティブメディアっていうメディアが結構に海外にはたくさんあって、まあ、分かりやすく言うとね、何でもありの情報が手に入るプラットフォームがあるわけですよ。こういうところはね、そういう言葉の規制とかもあんまりないので、結構ね言いたいこと言ってくれてます。お医者さんだったりとか、政治家だったりとか、起業家だったりとか、ね、いろんな人やっぱ世界中にいますよ。でそういう人たちっていうのはね、必ずしも、まあ、アメリカ人とかイギリス人とかね、いわゆるこう英語圏の方たちだけじゃなくて、まあ、国籍問わずいらっしゃいます。ただね、みんな英語で発信しています。ちょっとここで一つ問題があるんですよ。なんだと思います？実はね、こういうメディアって結構ね、翻訳情報ほとんど上がってこないんですよ。となるとですね、自分で生の英語を聞いたり見てこうね理解する能力はやっぱ必要っていうことです。要はね、ガチのリスニングリーディング力っていうことですよ。でもちろんね、その要約をツイッターとかでね日本語で上げてくれてる方も結構いらっしゃいます。ただね、もっと深くね掘り下げて理解しようとするとね、原点となる英語情報やっぱ見たり聞いたりしたくなるはずです。まあ、僕なんかそういうタイプなんですね。まあ、正直ね、まあ、僕はこの2年半本当ねそういう判断においてはこういう海外の方たちにかなりね助けられたと思ってます。ってことで、まあ、皆さんね、英語今年はガチで学びましょう。まだ8月だから全然遅くないです。正直ね、これからの、まあ、数年っていうのは、まあ、日本にとっても世界にとってもね本当大変な時代に突入すると思います。この2年半っていうのはひょっとするとね、僕にとってこれプレリュード、まあ、序章だったと思ってるんですね。まあ、ひょっとするとこの先は本当第二次大戦に匹敵するかね、それ以上の変化が僕は来るんじゃないかと思ってます。もちろんね、中には本当運よくね、あまりねこの例の病気だったりとか、まあ、経済的な影響とかね受けなかった方っていうのもいらっしゃるかもしれないです。ただね、僕これね、やっぱ時間の問題だと思ってます。全員が当事者です。となるとですね、もう国とか政府とかもう会社とかね、そういう考え方自体もね、僕なくなる時代やってくるんじゃないかっていうふうに思ってるわけなんですよ。ってなるとね、やっぱり大事なのは自分自身ですよ。足元の自分を固めるってことです。なので、まあ大変な時代になっちゃったなって僕思ってますけども、逆に言えばね、自分の頭で考えて行動する人にとってはひょっとするとね、チャンスかもしれないとも思ってます。僕もね、本業のスクールもっと忙しかったらYouTube やってなかったと思うんですよ。だし、まあ、来年の今頃この YouTube 続けてるかどうかだって分かんないです。まずやっぱしね、今この日この日っていうのはやっぱ自己採点して、自分に OK 出せるっていうことにやっぱ感謝しながらね、まあ、過ごしていくってことが僕は大事だと思ってます。ってことで、まあ、まとめに入りますけど、まあ、最後にね、一つ僕はすごい好きな方の言葉を紹介して、まあ、今日は終了したいと思います。それは何かっていうと、まあ、映画のですね、まあ、インビクタス、ね、負けざる者たちっていう、まあ、映画があって、まあ、興味ある方は見てもらうといいと思いますけども、これでね引用されていた、まあ、イギリスの詩人のウィリアム・アーネストヘンリーさんの詩の最後の部分なんですね。今の時代にぴったりじゃないかなと思うので紹介したいと思います。どんなこと言ってるかっていうと、 I am the master of my fate. I am the captain of my soul.まあ、簡単な英語ですけど訳すると、まあ、私は自らの運命の支配者であり、私はね自らの、まあ、魂の指揮官である、こんな感じですかね。僕らの人生って当たり前の話ですけども、まあ、僕ら自身がね、まあ、決めるものです。なので、まあ、今日はまあこんな感じでねちょっと締めくくらせていただきますけども、大変な時代で皆さんもいろんな悩みがありながら頑張っていると思いますけども、その努力はね絶対裏切らないはずです。なので、まあ、僕たちの人生は自分たち自身がね、まあ、決めるものだってことを忘れずに、で特に英語なんていうのは本当にねスキルの一つで、いろんなことをね叶えるための手段の一つでしかないわけですから、あんまり悩まず、まずね克服して自分のやりたいことをするための武器にするところぐらいまではね頑張っていきましょうよ。僕ね本当ねそういう方たちをお手伝いするのはすごくね生きがいだと思ってますし、僕自身も、まあ、そのおかげでね今こうやって会社をね作ることができたと思って本当感謝してるんですね。この厳しい時代だからこそね、英語本気になってものにできたって、まあ、半年後1年後にね皆さんも言っていただけるように、今日はちょっとこんな動画を撮ってみました。次回以降はまた普通にこう英語学習の動画を上げていきたいと思います。ということで今日はこれで終了です。バイガイです。